小学生のみんな、社会科で、データを使うよね。気をつけようね。安倍政権は、みんなデタラメなんだ。知っているかい ?GDP も、労働データも、外国人労働も、みんなデタラメだよ。デタラメに気をつけて、それでも勉強。